駅まで着きました。今回は電車ではなく車で行きます。で、車を出してくれるのがいつも黒ブレで遊んでるキングくんなんですよね。キングくんの親が車出してくれるっていうことで、いやー、ありがたいことですこれ今までずっと一緒に黒ブレしてきたね、人と一緒に行けるっていうのはね、嬉しいことっすね。え、これACC の近くって言っとったけど、確かACC の近くって確かに言ってたけども、これ多くない？人多くない？これは多いやん。おったけども、ちょっと待って、はい、というわけでおはようございます。この列、この列なんですよ。こっちは、こっちはプリマジ、こっちが黒ベレー。プリマジがあるんですね。プリマジ、多分明日が目指すか、目指すかもあるんだ、だと思います。終わりだ、プリマジ。あー、ごめんね、分かりにくかったね。うん、いやー、命と愛だぜ。やったやった、動画撮ってやがる。あれは節か、完全なる。41だいぶ出たな。あー、落ちる、落ちるか、的な戦いになってしまった。クロブ勇者が直々に、お、外部にはね、ちょっと天平な、お、やばい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 、他の人見えないよ、好きな人がいる。いやいやいや、修学旅行の夜かさあ、今日はね、いろんな情報を紹介していきますんで、はい、じゃあ兄さんお願いします。いやー、足疲れたな、おい足疲れたな、おい基本的に何こういうイベント終わった後に言う言葉ってさ、楽しかったとかじゃないの足疲れたな、おいまあ足疲れたの多いでした、今日の感想は。いや、なんだろう、まあとりあえずね、想像してるより黒ブレ勇者はね、頑張ってました子供たち抱えたりとか、対戦相手になったりとか、想像して、自分の想像しているよりは頑張ってたかな。足りないのは広報力ですね、やっぱりクロスブレードはね、やっぱね、地域差が、ね、やっぱすごいね。ここみたいなところだと結構みんなやってたんだけど、やっぱうちの田舎だとマジで人いないから、誰もやっぱ地域格差をすごく感じるゲームだと思う。だから派閥がある生まれちゃうんだよね、いらない派閥。とりあえず夜ご飯とか朝ご飯はもう買ってきたんでね、今日はここでね、進ませたいと思います。ホテルで一泊します。初めてだな、一人でホテルで一泊って。おはようございます。無事に起床することができました。今日は2日目のね、
勇者イベント、まあ、で今回は黒ブレ勇者と対決というイベントがあるんでね、そちらに行きたいと思います。で、まあ、多分撮影は絶対しないと思うんだけど、勝ちたいな黒ブレ勇者と名乗っとる人にはね、ちょっとね、まあ田舎の底力というものを見せてやろうかなと思っておりますんで、よろしくお願いします対戦よろしくお願いしますはいさーい、はい、ただいま帰ってきたよ帰ってきたウキよ何があったこの2日に何があったんだというわけで、大阪から帰ってまいりましたね。車を出してくれたね、あのキング君たちには、キング君の親子にはね、感謝してもしきれないですね。ちょっとありがとうございました。この場を借りてお礼を言わせていただきますね。まあ2日目の感想はね、写真ほとんど撮れなかったんだけど、あのカリスマ黒ブレ勇者の人とちょっと対戦しまして、見事勝ちました。勝ったぞ。よし、俺も黒ブレやっとるってことやな、カリスマ黒ブレ勇者にね、勝ちました。ちゃんと勝ちですよ。余裕勝ちですでね、今日手に入れたカードはね、昨日と今日手に入れたカードをね、まあバーってちょっと見せていくかまあね、キラキラのカードをもらえるキャンペーンもあったっていうことで、いろんなカードをもらいましたね。まあ基本的に持ってるものが多いんだけどまあこの2枚はいいな、この2枚はいいな、うん2枚目なんだけど持ってないやつがないのよ持ってないやつが何一つないんだけど、まあ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 、それは置いといて、まあね、次は何ですか、行く人は行くかもしれないですけど、全国大会のね、幕張メッセというところでね、あるんで、まあ、そちらにはね行きません。ブブブー俺今すごい顔してるんだけど、画面に映ってねえんだよな行きません、幕張メッセ、みんなもう行くわけねえじゃん別に黒ブレに不満があるわけじゃないけど、遠すぎるわ、みんなもの。まあでもね、まあ充実した2日間となりましたね。まあ黒ブレがね、ちょっとね、まあ話してたけどね、殺臭のね感じもしてまいりましたがね、殺臭するまでの間にね、まあもっとね、これからね、殺臭するまでの間ね、まだたくさん思い出作ってね、行こうと思いますんで、今後とも黒ブレで出会った時はよろしくお願いします。はい、じゃあ以上ティナでした。さよなら、ウキ。